それでは両チームのメンバーをご紹介してまいります。ホームの水戸ホーリーホック、ゴールキーパーはこれで3試合連続先発の春名、右サイドバックには村田が入っています。センターバックは楠本と松田、左サイドバック特別指定選手、今日が J リーグデビューになります42番の石井隼太です。セントラルミッドフィルダーは6月の18日に入籍しました前田と7番の武田、両サイドアタッカーは宇野木と小原です。安藤は最近2試合連続ゴール中、20番もう一人のフォワードは梅田です。アウェーの FC 町田ゼルビア、ゴールキーパーは開幕から全試合フルタイム出場を続けるポープウィリアム、4バック右から奥山、チャンミンリュ、そしてこれで5試合連続先発起用の藤原、左には尾長です。ダブルボランチは下田と高江、右アタッカー平川、左アタッカー荒木俊太、ミチェル・デュークとコンビを組むのは10得点5アシスト、直接得点に15得点関与していますエリキです。この放送席からピッチに目を落としますと綺麗に5バック横並びです。さあここはペナルティーエリアに入ろうかというところ、シュートはミチェル・デューク、強烈な右足ミドルシュート、ここはゴールキーパーの春名が横っ飛びセーブしました。かなり後ろまで下がっていきました。尾長のロングスローです。さあどうだ、こぼれてきた、うっとシュートはラキー、そして押し込んだ、しかしオフサイド、最後蹴り込んだのは平川だったんですが、あやっぱり荒木のところですかね、オフサイドは。そうですね、荒木選手のところですよね。安藤、エリキがここにいます。さあ高いところ武田、武田のシュート、ディフレクションがあって際どいところに飛んでいきました。ちょっとね、ただこれ左足、はい、持ち上げしてから打ちましたよね。これ一つ目アウトサイドでコントロール、その後巻いて狙いましたよね。決まりごとになりますよね。さあここは武田から梅田へ、宇野木曲がっていきます。宇野木を使う、振りになった、宇野木シュートはこぼれている、押し込めるか、よく守る町田。武田英寿、いいボールが入ってきた、そして前田のシュート、枠を捉えています。そして今度も村田が放ったシュートはゴールキーパーの正面。さあそしてエリキだ、エリキが行く、エリキ、エリキ、 FC 町田ゼルビア、エリキが決めてきた今シーズンの11ゴール目。そうですね、これコウミアム選手のこのキックですよね、正確ですし、ただやっぱりこのエリキ選手タイミングといい、このボールを見てからこの出てくるところといい、確実に決め切りますよね。武田飛ばして左手、石井だ、石井がバーッとつないでいった、小原のシュートは稲葉選手っていうのはやっぱり相手の攻撃を切る選手ですよね。だからまあディフェンシブハーブって言われればそれまでの選手ですけど、さあここは狙っていった、決まった、スーパーゴールが生まれた、決めたのは上田海斗、水戸ホーリーホック同点、時間65分。ただこれ浮いたボールなんですけど、思いっきりこれ打たなかったらこういうシュートは生まれませんよね。まあ、これ安藤選手がヘディングでつないだんですけど、やはり宇野選手思いっきり打ちましたよね。さ
最終ラインは6人が並んでいる水戸です。ミチェル・デューク中に折り返す。もう一度ミチェル、そしてエリキのヘディングはどうだ。あるな。ただ、オフサイドがありました。また作り直しですからね。本当にこのエリキ、あっとエリアの中だ。打てるか。シュートを放つが、よくしのぎました。アディショナルタイム3分半が過ぎています。リプレイ、オナがロングボールを使う。跳ね返したセカンドボールは稲葉。おっと取り返した。さあ水戸ホーリーホック最後のチャンスになる。横に今度はタビナスが上がる。タビナス、タビナスが折り返した。ボールはどうだ。ここはクロスバーの上、そしてタイムアップの笛。両者よく粘りました。最後までゴールを目指したエリキ FC 町田ゼルビア、それをことごとく跳ね返した水戸ホーリーホック。J2 リーグ2023シーズン後半戦のその初戦、行き詰まる攻防、両チーム出し切りました。